ロサンゼルス日本映画祭が9月1日から15日まで開催されました。この映画祭は日本映画をはじめ日本人や日系人監督による作品、日本人俳優が出演する外国語作品など日本と関わりのある映画を幅広く紹介するものです。今年は一般公募から選ばれた長編短編合わせて37本が期間中オンラインと劇場で上映されました。映画を通してまず日本に興味を持っていただきたいというのがありまして、日本の良さをやっぱりみんなに伝えていきたい、あとまた日本で頑張って映画を作ってらっしゃる方たちがどこでこう見せていいんだろう自分の映画をということをよく耳にもしていましたので、一本でも多くの映画を、僕たち、ジャパンフィルムフェスティバルロサンゼルスの方で流して、でその流したことでまた他の人がそれを見てうちでも流したいとか、こんないい映画があるよ、こんないい俳優がいるよ、こんないい監督カメラマンがいるよということがいろんな方に伝わる、そういった意味でもとても僕は大事だと思ってやってます。最終日の9月15日にはジャパンハウスロサンゼルスで短編映画の上映会、そしてクロージングとアワードのセレモニーが行われました。会場には日本から出席したプロデューサー、監督、出演者なども含め作品と関わる人たちが集まりました。また日本ともズームでつながれ、関係者がオンラインで参加しました。アワードセレモニーでは、まず在ロサンゼルス日本国総領事館の曽根健康総領事とジャパンハウスロサンゼルスの海部裕子館長がサプライズでベストサポート賞を受賞。和やかな雰囲気の中、続いて16の賞が発表され、受賞者は喜びの言葉を述べました。第25回ニューポートビーチフィルムフェスティバルが今月行われます。その一環として日本映画を紹介するジャパニーズスポットライトが10月23日水曜日、コスタメサのスターライトトライアングルスクエアシネマ劇場で開催されます。上映作品は草なぎ剛主演、白石和也監督の5番切り。身に覚えのない罪で藩を追われ貧乏長屋に暮らす浪人が命を懸けた敵討ちに挑む時代劇です。映画上映のほか、アフタースクリーニングのパーティーも開かれます。チケットは50ドル、詳しくはウェブサイトニューポートビーチフィルムフェスト .com まで。高齢者を守る会と日系医師会は10月26日土曜日、リトル東京のメリノール日系カトリックセンターで第2回日系ヘルスフェアを開催します。内科、一般外科、婦人科、整形外科など医師による健康診断が無料で受けられます。また血液検査と前立腺検査も有料で受けることができます。詳しくは電話 626-278-3653 カナイまでお問い合わせください。ロサンゼルスと名古屋の姉妹都市65周年記念イベント名古屋デーが11月2日土曜日、センチュリーシティのウェストフィールドセンチュリーシティモールで開催されます。会場では太鼓、日本舞踊、サムライショー、コスプレショーなどのライブエンターテインメント、折り紙、書道、お茶、お菓子作りなどの体験コーナー、名古屋飯の試食などが楽しめます。入場は無料。詳しくはロサンゼルス名古屋姉妹都市委員会のウェブサイトlanska.org でご確認ください。日本伝統芸能文化秋季発表会が11月3日日曜日、トーランスの都ハイブリッドホテルで開催されます。イベントでは銀道歌集朗詠会、長唄の実り会、津軽三味線の佐々木充、書道の文化書道米国連合会、落語家の伊勢谷大福、日本舞踊光月流が日頃の成果を発表します。入場は無料。お問い合わせはご覧の E メールまで。リトル東京サービスセンター社会福祉部は11月15日金曜日、在ロサンゼルス日本国総領事夫人の曽根真美さんを迎えて海外での子育てに関するオンライン対談をズームで開催します。2年前まで東京の中学校で英語教師をされていた曽根さんに、子どもたちの2カ国語習得や海外からの帰国に関して日本の教育現場からのお話を伺います。参加費は無料ですが、事前の申し込みが必要です。申し込みはご覧の QR コードから。お問い合わせは E メール、ykato@
ltsc.org まで。ソーカルジャパンはジャパンハリウッドネットワークのウェブサイト j ハリウッドネット .com でもご覧いただけます。